諦めんなよ。諦めんな。ここだ。どうしてそこでやめるんだ。そこで。だんだん乗ってきたよ。そこだ。以上。メイヤー。頼むのはまだ早い。いいやつだね。誰も僕を止められないんだ。早かったですね。未来は変えられるんだ。みんな行くよ。もっとだよ。行けもっと堂々としろ。一番になるって言っただろ。もっとここだ。バックスラッシュ。勝利はもう。何ちゃんと大丈夫かな。ダンバーさんお願いします。ここだ。よかった。これで解決ですね。いや、こいつはまずいね。ないよね。任せて。いいやつだね。またを。ファイヤということで、ゼノブレード実況プレイ始めていきたいと思います。チーッス。皆さんこんにちは、チャリチョと申します。ではでは、実はですね、寝起きです。なんとかなったね。え、終わっちゃった。あ、そうか、殻が抜けただけだから、たまにそうやって終わっちゃう時があるのかい。で、ここでモナドわっさー。でも2ポイントずつしか経験値もらえないんだよね。何気にひどいね。まあちょっと話が飛んでしまいましたが、ね、どうもなんか寝起きだとうまく言葉が出てこないな。あ、ちょっと夕方一旦寝てたんですよ。その寝起きによる実況なんですよ。会えるはず。で、あと登れる壁や柱には矢印が表示されますということで、矢印があるところに向かって、まあツタがあるところに向かってってことですね。行きましょう。やってやるさ。でもまあ寝起き、さっきも言いました通り寝起きなんですよ。何を喋ってるかわからん時がたまにあるかと思います。ご了承くださいませ。しかもですね、もう一つちょっと、どうでもいいことなんですけど、この主力実は2回目です。日をまたいでの2回目なんですよ。あー、ちょっと待って、ライトヒール、あれできてない。そうだよ、ちょっと待って、なんでもちょっと、いや、何の意味もないよね。なんか死んだんですけど。ライトヒールが働かないだと。これはまずいね。ライトヒールが一切働いてくれませんね。さあ、まずいよ。もうこんな敵はすっ飛ばしてしまいます。さあ、寝起きで何を喋ってるかもよくわからんような状況なわけですけども、何よりもね、まあさっきも言った通り収録が2回目なんですよ。というのもですね、以前ちょっとあまりこちゃ撮れなくなったとか、ライトキャプチャーじゃないと撮れなくなったとか連絡したとは思いますが、実はその原因となった、まあ要因となったゲームがね、このゼノブレードだったんですよ。
前回ゼノブレイドを間違えた、このパートを実は1回目取り終えた後にそれが発覚してあのお知らせになったという感じですね。シェルク、どこだシェルク。ライン、ライン。冗談じゃねえぜ、この数切っても切ってもキリがねえ。ダメだライン、そっちに逃げちゃライン。シュルク、とは雲のくせに知恵が回るじゃねえか。やるぜシュルク。ああ、はい、ということで早速戦いですね。でまあこの戦いをもう一回収録することになりましたということでね、まあその以前お知らせしたライトキャプチャーじゃない取れなくなったっていう要因となったパートがこれっていうことですね、ということでこの雲のパートをもう一回やることになりました。戦うことになります。まあ動画では1本としかなっていませんけどもね。ではでは、モナドアーツのシールドを習得しましたね。でこっからはビジョンに対する説明ですね。ビジョンタグを見て未来の情報を確認しましょう。ビジョンタグは未来に何が起きるかの情報が表示されます。情報をもとに事前に対策しましょう。タグのアーツ名の色でどんなアーツかが分かります。エーテル、タレント、エーテル、物理、エーテル未来の危機を仲間に教えましょう。これ結構大変ですね。このビジョンに対する動作っていうのがねなかなかうまく喉がグッてなって言葉が出ない時がありますね。仲間と協力して未来を変えましょう。未来を教えて仲間にアーツを使ってもらうことで未来を変えることができます。さあ実際に未来を変えてみよう。で今回その未来を変えるために必要なのはさっき習得したモナドアーツのシールドってことですかね。おっと早速ですか。しかもこれシルクやん。もう力が出ないよ。ただここで今教えてもそんなに意味がない気がするんですよね。そんな未来はいらねえよ。お、そんなこと言ったら結構回避できたかなと思ったけど、これはダメだ。ちゃんとモナドシールドやって回避だ。これがモナドの力なんだよ。モナドの力。さあ敵が多いからか結構なんか重い気がします。なおかつライトキャプチャーってこともあってちょっと画質が悪いかもしれません。さあモナドアーツのシールドは取っておきましょう。やるねえライン。これ、ま、ラインの HP をしっかり回復させる。足元が止められちまったぞ。さあこれはシールド再び発動。危ねえ、近くのやつから倒さないと。ほらやばいな。これはこの前でも苦戦してる気がするぞ。ただ雲の数はどんどん少なくなっている気がする。よしこのでかいやつだけだ。あと一息。あ、でもなんかどんどん雲が寄ってきてるな。あ、転んだ。やばい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 。で、こう。ああ。
やばいな、これは後ろから何か来ているような気がするよ。頼りにしてるよライン。でもライン大丈夫？あ、ちょっと待って、今なんか来てるよ。今度はラインに対してスパイドクラッシュか。これは僕は止められないんだ。あ、未来変わった。やれそうだ。モナドシールド、よし、これでいい。未来が変わった。これもしかしてシーン始めるよ。おお、でもそいつに対してじゃないんだよな。よし、あ、これしかもラインなんでピンクのやつ何も持ってねえんじゃねえか。ブラックス、なんかもらえたぞ。まあ、ザコイヤツはどんどんやっつけて、なんか知らんけど経験値またたっぷりもらってる気がする。なんかを達成したんでしょうか。う、危ない。で、シルク回復、シルク回復、危ねえ。よし、崩したぞ。しかもなんかすぐにチェーンができてるようになってる気がするぞ。わ、またスパイドクラッシュか。モナドアーツの準備しておきましょう。大丈夫、できる。よし、未来は変わった。もう一丁できるかな。これは今度は間違いない。赤で、こっちも赤。決まったぜ。あれ、同じ色ならチェーン続くんじゃなかったのか。あ、でもいいや、大丈夫か。やばいな、ラインの HP が。おーち、ここでまたもやビジョン発動。あ、力が出ないよ。もう力が出ないよ、早すぎる。いいよ、そんな未来はいらねえよ。よっしゃ、盛り上がってきたぜ。よし、まずいよ。分かったでしょ。これだ、オッケー。もしかしてこれでレベル上がった。やっぱすげえな、モナドは。鬼神兵をぶった切るだけじゃなかったんだ。ライン、一つだけ分かったことがあるんだ。僕が見る未来は決定された運命なんかじゃない、警告みたいなものなんだと思う。警告？そう、何もしなかったら、何もできなかったらこうなるぞっていう警告だったら、僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな、その力をうまく使ったらきっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん、さあ行こうぜ。巨神の膝まであと少しだ。はい、モナドアーツ、盾でタレントアーツを防ぎましょう。これ盾のレベルも上げないと、例えばタレントアーツに対する、まあ、攻撃防いだりできない時があるんですね。モンスターのタレントアーツにはレベルがあります。盾でタレントアーツを防ぐには、盾のレベルが防ぐタレントアーツと同じかそれ以上でなければいけません。レベルの高いタレントアーツを使うモンスターに出会ったら、盾のレベルを上げて対抗できるようにしましょう。スキルリンクが使えるようになりました。またもや新機能ですね。絆が結ばれた仲間のスキルを使えるようになります。つまりラインがシルクの攻撃とかを使えるようになることがあるかもしれないってことですね。で、14レベルになりましたね、この感じだと。で、絆コインを習得と。さあ先に進みましょうか。よし、 OK。 いやー、なんか下の動きがおぼつかないですね。やっぱり寝起きっていうこともあってね、ちょっと夕寝から寝起きだとやっぱこうなりがちだな。次はちょっと有名じゃない状況で実況した方がいいな。ちょっとなんか今日は何を喋ってるか自分でもわからない。
何度見たって見慣れることないよな、こりゃ。あの雲の向こうは。ああ、俺たちの敵、鬼神界だ。僕たちの敵。なんか目つけられてんな。怖いっすね。暗くて何も見えん。さあ、そういうことでセーブしますか。よし、 OK。 俺らが登ってきたのが巨神のすねのあたりだから、ここは巨神の膝小僧ってとこかな。ああ、で、この先が目指すコロニーシックスだ。あそこから登れそうだよ、ライン。よし、行こうぜ、シュルク。ついにコロニーシックスが近づいてきたっていうことですね。じゃあ登っていきましょう。いやー、もうほんとね、前回はね、この辺りの場面まで来て、1回目のシュルクの時はですね、取ってここで終わるはずだったんですよ。そして取り終えたら動画ファイルが破壊されてたことが発覚。もうなんてやばいなと思って、おっと、やさっしゅ、いつの間にか覚えてる。分かった、今ので覚えたのか。今のでやすらっしゅ覚えてた。よっしゃ、みんないい感じだよ。うまく、うまい具合にモナドアートが働いてないと。うん、ザンも大したことない技になってしまいますね。ただ今ので結構裏経験値をいただくことができましたね。14レベルになったことでエアスラッシュを覚えましたね。いやー、なんかあの時よりかは住み替えはいい感じかな。やっぱ2回目ってこともあるかな。まだこの辺りは僕はキープレイですけどね、一応。さて、さらなるランドマーク発見。これあれかな、エリアマップで、あ、来たか。ついにここに登録されましたね。で、ここで A ボタン押せばワープすることができますね。これでいつでもコロニーナニーに帰れたり、巨神客に戻れたりすることができます。この時にね、まあコメント返しとかしてたんだけどね、結局内容とか忘れてしまってるな、今となっちゃ。寝起きだって、緊急で収録してるからってのもあるんだけど、まあなんか前回は割とね、シルクが、おっと誰かがいる。シルクがなんか、ラインがさらわれた後に一人で意気揚々と戦っているところが印象的だったというようなコメントをちらちらいただきましたね。ショップもあるのか。おお、おお、こんなところもやってくるなんて珍しいね。見たところ腕も立ちそうだ。レッグアルドの位置してくれないだろうか。俺たちにやたらと寄ってくるんだ。すごく怖いんだよ。穏やかじゃないですね。ってことでやっていきましょう。ガウル平原。あら、まあ、そうそう、ガウル平原が近づくっていうことかな。で、ショッピングもありますね。そそろなんか武器とか欲しいよな。もう金、
ないわけではないか。金がないわけではない。だがちょっと、うん。なんかすでに持ってるようなのありますね。どうなんだろうな、この武器。まあいいや、この辺は裏でじっくりやっておきましょう。じゃあとりあえず今回はこの辺で終えとくかな。いやでもちょっとまだ距離もう少しで行けるとこあるから、それだけ見ておくか。それだけ見て終わりますかね。さて、あっ、この BGM は、おい、シルク、あれを見ろよ。煙が昇ってる。誰かが焚き火してるのかもな。なんかうまいもんにありつけるかもしれないぜ。あんな場所でしないと思うけど、まあ気になるし、行ってみようか。エーテル感知型はエーテルに反応して襲ってきます。横線が入った圧を使うと襲ってきます。また感知が変わってくるってことか、モンスターの。ということで、いよいよ着きましたね、ガウル平原。あのスマブラでもなっている BGM、いや、懐かしいですね。これはよく聞いたことあるから分かりますよ、スマブラで。ガウル平原はステージの名前にもなってますからね。スマブラでのね。いやー、心が弾む。ここぴょんここぴょん。いよいよ着きましたね。なんか慣れ親しんだ場所に着くと親近感が湧くというものですね。ではちょっと裏でこうちょっとショッピングとかしたいから、この辺で終わっとくか。セーブと。はい、ということで、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。また会おう。